磯野、野球しようぜ。わてがバルサーサーサーということで、今俺罰ゲームでね、1ヶ月間挨拶が磯野野球しようぜになってるのと、あとエンディングにサザエさん風の予告を差し込んでるんですけど、このエブリデイサザエさん状況、日曜日だけじゃ物足らず、毎日サザエさんやってるんですよ、こっちは。普通ですよ。毎日サザエさんの意味わかりますか？毎日サザエさんってことは、毎日サザエさんシンドローム来てるんですよ。毎日サザエさんってことは、毎日日曜日って意味じゃないです。毎日サザエさんシンドロームが来てるんです。つまり、精神的にやめます。ということなので今日は、バイオレンサザエさん見ていきたいと思います。まあ、このサザエさんブームに乗っかって、ブームか知らんけど、ブームっていうかただのパニッシュメントなんですけど、バイオレンサザエさん見ていきたいと思います。3, 2, 1, YO! サンディエゴ OK! 早速バイオレンサザエさん見ていきます。今回もね、バンジマルマスオニキさんのバイオレンサザエさん見させていただきます。いつもお世話になっております。前回はマスオニキさんからわざわざ DM いただいてやらせていただいたんですけど、今回は無許可です。こういうとこなんだろうね。友達ができないの。アテレコバイオレンサザエさん。ジョ、マル一。なんか、エヴァみたいなこと始まってない。ジョになってんだけど、エヴァ。まあまあ見ていきましょう。なあなあ、お兄ちゃんどこ住んでんの？お兄ちゃんにちょっとだけ教えてよ！ちょっとだけでいいから教えてよ！で、聞いてる聞いてるで、聞いてる聞いてるで、聞いてる聞いとんか！ダルガラミするタイプや。酔っ払ったらダルガラミするタイプやった。ナミヘ。俺と一緒や。俺もこの間友達と飲んでたら、知らない外国人の人が居酒屋いて、なんかヒップホップ流してたんで、うわぁ、それ知ってるぜつってダルガラミしました。その外国人のインスタフォローして、DM 送ったんですけど、返信は返ってきませんでした。よくないよ、ダルガラミ。ほんとによくないよ。聞いとんかっつってんねん、このブス。なんでくんない、このハゲタコ。さっきからネチ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 、うっとうしいから、あえて無視しとんねん。マジしつこいから絡んでくんない。お兄ちゃん、積んでるよね。鼻についてるシフトレバー。まあまあまあ。まあ見えんことはないね。酔っ払ってるから、まあギリわからんこともないけど、よう考えたらようわからんみたいな。そういう例えしますよね、酔っ払ってると。あと音割れすぎじゃない？こんな割れる。ねえ、しつこいから絡んでくんな！お兄ちゃん積んでるよね！お前のその鼻についてるシフトレバーみたいなやつ、普通に動かして充実調査しとるけ！闇じゃ間違いない、こすって重列注射失敗しよる。8回くらい擦ってる。相当下手くそよ。重列注射まあ難しいっすけど、8回も擦る。8回擦るやつは重列注射チャレンジせん方がいい。車のボディシャコシャコよ。車のボディがシャコシャコよ。ほんまに。シャコシャコってどういう意味ですか？あら、貴様何してるのか？シャコしてオディエのノリにラミアとしてきた。擦るところの騒ぎじゃなかった。もう突っ込んでた。土下したらそうなる。重列注射で普通に犯罪かましてますよ。波平さん、当て逃げどころの騒ぎじゃないよ。持ってっちゃってる。お持ち帰りしちゃってるみたいで。なんでわしがおでん食っていたことわかる？なんでわかる？なんでわかる？教えて教えて。なんでわかるんて教えてよ。はい、教えてよ。めんどくさいてお前。テンション高え。ずっとテンション高え。ずっと音割れとる。すごいなんか疲れるわ、俺も。見てるだけなのに心臓バクバクなんやけど。キモすぎるんですけど。いや、初手からもらった注射が困惑してしまいますね。あの、もらったちょ、右おじさんは、こいつにまだ今日も飲んでくるんじゃないかしら。いや、相当の光るパンチで草が生えますね。大丈夫、いつものことや。ワオーストリアの下。わしの人生がこんなに辛いのは、わしに悪魔が取り付いているからである。輪廻転生、死んだマンションと言いよう。全ては因果関係にあるのだ。狼よ、狼よ、私に幸福を与えたまでして悪魔を取り払いたまえ。よいしょ。激しすぎやって。いや、波平見るからに仏教徒だと思ってたんですけどね。キリシタンでしたね。今なんでライオンキング電車の中でライオンキング熱唱してたんで、一人で返すの危ないなと思って住所特定して連れてきました。最後の一言が土着する系じゃないかしら。磯の波平です。年齢は54歳です。学生時代に頑張ったことは部活の後輩を嫌がんで帰ることです。後輩一人一人に動物の名前をつけて野生の本能を読み覚まし嫌がんで蜂の巣にしどえらいわ。ナミヘ、どえらいことしよる。ただただいじめるタイプやない。相手になんかいけるかなって思わせといて絶望を与えるタイプですね。この手のタイプはほんまに怖いっすよ。希望を与えてからの大絶望。沼や。カイジの沼や。悪魔沼や。やってること沼と一緒よ。一玉4000円。まあ、確かにパチンコ玉みたいな頭してますからね。濃厚ナミヘ、沼説読み覚ましやかんで蜂の巣にしました。こいつやっぱり本中の100%の悪魔。こいつバイトの面接の勘違いしてる。なんや、語尾本って。気持ち悪い。どういうこと、語尾本。勘違いしてる本。やっかってった。おい、東京の羽田空港のカスタム。なんじゃ朝から気色悪いの。サザエさんみたいな頭しやがって。なんだこれ、サザエさんだから。お客様はこれから1ヶ月間飲酒禁止よ。朝から大声を出すんじゃない。わしのふさふさな髪の毛が悲鳴を上げてるじゃろうが。元から上げとんね。傷上に散らかっとんね。やっかってった。
酒飲んじゃうもんね。飲む音すら割れてますから。この世界は全部割れとんのか。大丈夫耳。彼らの耳が心配になるくらいには全部割れてますけど。これは何じゃ。一見小学生の時に作る図画工作の奥枠は箱の作りかけみたいな形をしてるが、一体これは何じゃ。説明しろ。こいつは孤独と言ってな、この箱の中に闘技者を集め、最後の一人になるまで戦い抜いてもらう。もちろん無理にとは言わねえ。ここは腰抜けが来る場所ではないんだな。噂をすれば最初の挑戦者が来たようだ。おいそこの貴様、通り虫みたいな輪郭しやがって、文字通り踏み潰してやろうか。かかってこ、あいつ強すぎる。負け取った負け取った。ゾウリムシに孤独で戦って、ゾウリムシ勝つパターン珍しいと思いますけどね。でもうちょいなんかあのパワーのある虫とか毒のある虫とかが生き残るんちゃいますか。孤独って、ゾウリムシ生き残るって何。文字通り踏み潰してやろうか。かかってこ、あいつ強すぎる。お前で不安心がすると思ったらあんただったので、敗北者は今すぐ立ち去りなさい。この展開前にも見たな。そこは立ち去る方。急に本家、急にただのシンプル本家流れたね。いや負けて頭がおかしくなってますね。マジで頭おかしいよ、ほんまに。普通のサザエさんをヤバいサザエさんにしたのがバイオレンスサザエさんなの。本家それ超えてきてますやん。いや負けて頭がおかしくなってますね。お好きでこれとか相当ヤバいです。バイオレンスサザエさんよりバイオレンスしてますね。いや間違いない。なんでずっと保温なの。 3,2,1,YO! 股関節オーケー。ということでバイオレンスサザエさんでした。いや今回も激しかったですね。なんかマッドドラえもんも見る合法ドラッグみたいな言われてますけど、まあ、これもその一種ですよね。マッドドラえもんが覚醒剤とか LSD だとしたら、バイオレンスサザエさんはサティバですかね。高ぶりますからね。サティバイオレンスサザエさんにしてもいいかもしれない。ごめんなさい、なんでもないです。ということでこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。ソニキさん、今回は無許可でやらせていただいたんですけど、今後も定期的にバイオレンスサザエさん見させていただくと思うので、どうか目をつむってお許しください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さて来週のザワエさんは。 Hello, I'm Nakazawa. A condom is beautiful. That round form and dynamism when I stretch it are excited. So I like a condom. A condom is beautiful. OK, see you again. The next story is Nakazawa Teisawa Style Buchan to Kenジャノエッシュ逆トラスジェンドルって何。サンブルです。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。まぶた裏焼き付く条件反転しても同じ形で当時の道満ちるがばね。血は知っては散って赤目の笑い口だけのやつがおざくたわけ。動かんだら通過お前は誰。のどさくかれた俺の声で赤くなる背後まででかいで救いの手なんでもないのに掴まれ救われてる足。その度に気づく締めたミサンガとティンバーランナイケアイヤー待ち繰り返し、yeah. 雨はやまないし、yeah. テントにとっても返事がないならいたどこで変わんない。無知な無知な同士浮きを見流そうし、乱れ狂ったよなら乱れ狂ったやつがショーク。これはまた序章、終わりまでのショー、明日の保証もないから今全てを繰り返しよう。マイペン首も投入するばあちゃん、みんなに興味はないがのロッキーでないなすこっからなる散々。脳がギラギラ無能ならノーフローから書く違うだろうノー。ライブは渋川家ジェラスゴー、このしっとり開かす目の動向どうこうどうこう。汗をねだつ痛みありきれ伸ばす痛み、ひがみいがみやってる先は空虚探す。明日は我が身知らねの場に奴は誰に拝み続け、孤独を飲め愛にまみれ抗うようなんさ。